です。です。あ、です。ハル、もしかして緊張してる？ラジオなんて柄じゃない。緊張しない方がおかしい。じゃあ、そんなハルにいいことを教えてあげよっか。いいこと？なんだ？手を貸してみて。こうか。こうやって、手のひらに漢字で、人っていう字を三つ書いて飲み込むんだ。緊張しないおまじないだって。人？水じゃダメか？え？ああ、うん、ちょっと画数多いけど、春がその方がいいんなら。水。水。水。まこと、緊張が嘘のように解けた。ああ、そうなんだ。へえ。まこと、お前が第一回のゲストでいてくれてよかった。ありがとう。春の役に立ったなら、俺も嬉しいよ。改めまして、こんにちは。岩飛び高校水泳部副部長、七瀬春香役、島崎信長です。そして、記念すべき第一回のゲストは、皆さん、はじめまして。こんにちは。長月市立高等学校文芸部所属、那瀬博臣役の鈴木達太です。どうもよろしくお願いします。あれ、ちょっと待ってください。番組が違いますよ。どっかの彼方に行ってますよ。ちょっと戻ってきてください。スプラッシュフリーですからね。もう本当フリーに来てますこれ。ちょっとフリーすぎますそれは。ダメ。ちょっと戻ってください。教会の彼方の、ちょっと彼方に行く前に、長月市立 高等学校ですよ。言いづらいですね。長月市立高等なんかね、今までが岩飛び高校だったからさ、ね、なんかさらっとした名前だったのに長月市立高等学校になっちゃったからね。私立ですよ。頭いいぜみんな。公立に戻りましょうよ。うん。はい、協会チームからその手話はうちの番組でっていうダメ出しがあったので、フリーに戻ってきてください。はい、どうも、立花誠役の鈴木達也ですよ。イエーイ、おかえりなさい。ただいま。ただいま。いや、でもみんな喜んでますよ。ごめんね、みんな。許されちゃうわ、これ。許す。ということで、はいはい、いただきました。はい、立花誠役、トップイケメン声優。うん、違うよ、それお前だろ。トップイケメン声優や。だからお前だっつったじゃんか。じゃあトップ変態声優。違う違う、俺はドスケベ声優だっつってんだろ。トップドスケベ声優。でもあれですよね、達久さん。うん。この間、うん、ファッションモデル。そうそうそう。にスカウトされた。そう、この間ね、うん、収録終わりで、うん、収録終わりだな。うん。で、終わって、で、ちょっと最近運動してねえからと思って、で、恵比寿ぐらいから、ちょっと新宿まで歩こうと思って、はい、歩いてたわけですよ。で、途中原宿を通りかかった時に、はい、で、たまたまだったのね。はいはいはい、なんか、ラフォーレのところら辺を歩いてたら、はいはいはい、なんか、熱心に俺に声をかけてくる人がいると。で、俺イヤホンしてるから全く聞こえながら、なんやねんと思って、めんどくせえなと思ってて、なんだろうと思ったら、もう最終的にトントンって言って、すいません、ちょっとお時間みたいなこと言われて、はいはいはい、で名刺出されて、うん、でもうファッションモデルになりませんかって言われて、おお、はと思って、はい、なりませんみたいな。普通に答えたんですね。いや、だからあんまりの唐突なことにさ、はいはいはい、ちょっと俺パニックっちゃって、しかもさ、自分の中ではさ、聞いたことのない単語ですよ、ファッションモデル。はと思って、はいはいはい、生きてきてここもう29年、そんなこと単語は聞いたことはありませんけどもみたいな。おお、そうそうそう、だからびっくりしちゃってさ、はい、で、まあ、すごく熱心に話してくれんの、うんうん、なんか最初はもうなんか読者モデルみたいなやつだったりとかで、はい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 、なんかこうちょっと俺をバカにしてんのかなと思って、俺そういう風になんか人をすぐ疑うからって行くから、はい、で話してたらどうやら本当にガチなところみたいで、で、まあ、名刺も見させていただいたんだけど、はい、まあ、知ってるところだったのね、ある程度、はい、だったからこれ本気だなと思って、ただ申し訳ないですけど、はいはい、ちょっと興味がないんでそういうことはちょっとみたいな、いやでもできればみたいな、一回お話でもみたいな感じで、いやでも本当ごめんねつって言ってで、丁重にお断りさせていただいてっていうことを、はい、たまたま俺がダイアリーに書いたのよ、自分のホームページは。はいはいはい、はい。そしたらなんだか知んねえけど、それが、なんか、ちょっとしたネットニュースで回ったみたいな。おお、そんなに俺そういうのされちゃダメと思って。いや、違いますよ。なんでと思って。むしろ、なんか、いっぱいされてるんじゃないかぐらいのイメージですよ、正直。で、みんなされるもんじゃないの、そういうのって。一回二回や。いやー、なかなかそういうガチですよね。だってしかもそんなに熱心に。そう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 、で、大手とか正直、こう言っちゃなんですけど、まあちょっとね、うん、よろしくないというか、うん、なんかの別な勧誘だったり、実はとかそういう感じじゃなくて、うんうん、そんなガチのってないと思いますよ。どうですか、性欲強そうですね。男優になりませんかみたいなことはないんですよ。ないです。普通の人はないです。どんな顔ですか、性欲強そうな顔って。
昔で言う鼻がでかいみたいな。なるほど。みたいなね、ありましたけど。はい。ということで、この次のコーナーいきますよ。はい。バッサリ切られた。食いつないですよ、今回は。細くだからね、垂れ流しになってるから、ね。ちょっと危ないんです、危ないんです。危険なワードになったらすぐ切るみたいな。限度がね、低いです、今。限度が低い。はい。ああ、そういうことね。はい。ラインが低いです。あ、そういうことね。はい。はいはい、はい。ということで、では、二人でいきますよ。うん、せーの。岩鳥通信。通信こちらは、リスナーの店だ。こちらが、リスナーの皆さんから。なんだって、お前今何つったもう僕、なんて言ったか自分の中です。店ならって。新しい単語を作るの好きだね。こちらはリスナーの皆さんから寄せられたアニメ、うん、ブルーレイ、DVD、CD の感想を紹介します。はい、今回はですね、アニメフリー